松葉がやつは、神奈川県鎌倉市大町の名護市に含まれる一、地域名。県庁5年に、日蓮が安防国政長寺から鎌倉に入り、松葉がやつ総案を構えた場所。その後、文英8年までの約18年間、日蓮の布教活動のための寄居の場所となる。また、文王元年に、立正安国論を表した場所。総案後は、妙法寺、長勝寺、 暗黒論事の三次である。江戸時代の安永年間頃、妙法寺と長勝寺の間で、松葉がやつの法難の旧跡をめぐって論争が起こり、20年以上争われたが、結論が出なかったといい、正式な跡地は確認されていない。建て直しや、流罪の前後で移転があったとも考えられている。松葉がやつと法難白煙伝説のある、山へいくつかの説がある。 日蓮次第法難と呼ばれるものの一つ。日蓮が文王元年7月16日に鎌倉幕府の五大執権法上時折へ立証暗国論を提出し、その内容が当時起こっていた地震、異常気象、薬病を、騎川、法年をはじめとする念仏教や全教などの邪教に起因するものとし、幕府へ宗教政策の転換を促す内容であったため、 その約1ヶ月後の8月27日に、浄土教信者である念仏者たちによって、草案を夜間襲撃、焼き討ちされた事件を言う。日蓮は、不、狐忍のいる、下佐国中山に避難した。襲撃の黒幕に、幕府異勢者、鎌倉宗教会の実力者である北条十字、六大執権、北条長時、おさらぎ友名を、極楽寺、忍以 乱敬、道高、年愛吉忠が,がいたと言われる。その後、日蓮は鎌倉に戻り、校長元年5月12日に、いずれる罪となる。ありがとうございます。